今回の恋愛闇市場は絶対にピーが入る嶋佐の恋バナと神部美咲の恋愛質問、2つ続けてご覧ください。さあ、そんな神部さんから男性の皆さんに質問があると、はい、なんで男の人って別れた彼女ですね、元カノが全員自分のこと未だに好きだと思ってるのって本当にそうね。なんかでもそう思ってまうんやもん。いや、女はねもうそんなわけないんですよ。もうだって、もう一回エッチしたらもういつでももう一回できると思うんだから最低マジで最低なんですよ、それは分かってるんです。 できないことも分かってるんですけど、感覚としてはなんかそうなっちゃってるんですよ。なんなんでしょうね、あれ。なんか本当やだな。ただやっぱ未練たらしいのは男だと思います。逆に言うと女の人忘れすぎっすよ、元彼のこと。そうそう、からしたらでも嫌でしょ、逆にその元カノが元彼のことずっと覚えてたら。あ、まあね、それは嫌なんですけど、元彼からとしたら物とかも余裕で捨てるっていうじゃないですか、はいはいはい、もらったもんとか。あんなもんもなんかすっごい悲しいですよね。そう、やっぱ多少はというか普通にこうやっぱ思い出しちゃったりするじゃないですか。写真とか残しといてもいいタイプですか、ね、あ、全然いいですよ、昔の彼氏のでしょ、はい、全然いいでしょ。そう言われたらなんか全然愛されてないって思っちゃう嫌なんですか、元カノの。絶対嫌です。もちろん嫌です。もう残しててもいいですけど、それ匂わしてきたら絶対嫌です。あ、全然。でも見るとかないですよ、別に。わざわざ消さないというかね、消したりもするってことでしょ、女性は。うん、まあ人にもよりますけど。元カレおかずにしたりしないですか。それしてたらめっちゃ可愛いよね。なんか嬉しいじゃないですか、されてたら。されるか、まあね、嬉しいかもしれないですけどじゃあ別れた彼氏とかがたまに連絡来て、はい、もう一回今日飯行かへんとかは絶対行かない。マジで意味が分かんないです。どんな神経で連絡してきてんのって思っちゃう。そう、ジンベさんとかと。ジンベさん。ジンベさん。何回ご一緒してるんですか。ニューヨーク恋愛闇市場。さあ、では嶋佐さんの挑戦です。恋バナ席へ、はい、移動お願いします。あ、楽しい。うん。それではテーマなんですが、絶対にピーが入る恋バナ。えぐい。こんなんないやん。ちょっとまずそうですが、皆さん後ろ向いてください。嶋佐さんはカード引いてください。これのダウト聞いてる時間無駄やな確かに本当であってほしいですね、このテーマは。よろしいですか。それでは皆さん前を向いてください。では嶋佐さんによる恋バナです、お願いします、はい、僕コロナになる前までキックボクシングジムに通ってたんですよ、うん、で3年間ぐらいで、もう解約しちゃってコロナってから通ってなかったんですけど、渋谷のなんかおしゃれな感じのちょっとキックボクシングゴチゴチ系じゃなくて、女性の人もすごい来られてて結構綺麗な方も多くて、でその中でもなんかすげえ綺麗な方がいらっしゃって、ですごいたまにお会いして気になってたんですよ。なんか平日の昼間のとかによく来て、同じくらいの時間によく来てて、なんかそれも含めてなんか何者なんだろうなあの人って気になってて、ある時なんかこのトレーナーがこう適当にピックアップしてくれて、何人かでこう練習するんですよ。誰々さんと誰々さんと一緒にやりましょうみたいな。でその人とトレーナーが僕と一緒にしてくれて、でちょっと一緒にして、そしたらそのやって休憩やって休憩みたいな感じなんで、休憩の時にちょっと話したんですよ、うん、でそしたらちょっとずつ仲良くなってって、なんでその日終わってまたもう一日行った時また同じ時間になって、また同じ感じでトレーニングできたんで、思い切ってちょっと連絡先聞いたんですよ。もう、そしたらもう直できよな、これはもう OK してくれて、うん、嘘つけで、まあ今度そんなことできるかお前飲み行きましょうってなって嘘つけもう全部嘘に聞こえるちょっと待って、なってで行って、はい、でなんかジム行ってから行っちゃいますみたいな流れで2人でジム行って、でバジム行ってからそのまま飲み行って、でまあ飲んだ後にちょっともう一軒行きますかとか言って、もう一軒行って、これは嘘っぽい。でまあそういうことになって自分で笑っちゃってるじゃないですか。そういうことになって、でまあその子がなんかなんかいろいろ話して、その後話したら、ここピー入れてほしいんですけど、YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただきます。動画の続きはここをクリック。